はい、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。皆さん、そのピザをね、取るときってあると思います。そのチェーン店だったり、そのピザだったり、ドミノだったり、他にもあるよね、そういうチェーン店ね。まあ、それもあるし、その地域密着型のピザ屋さんってあると思うんですよ。そこに行かないと食べられないやつとかね、その配達もしてるんだろうけど、地域限定というかさ、その隣近所しかこう行けませんよみたいなそういうところもあると思うんですけど、皆さんどういうピザ屋さんを贔屓にしてますか？あのピザーラをね、贔屓にしてるよって、まあ、ドミノもそうだし、他のピザ屋さんも食べたけど、やっぱピザーラだよねっていう人もいるだろうし、いやいや、あのドミノでしょっていう人もいるだろうし、あの安さとかね、そういうのも含めてなんだけど、うん、そういうのはあると思うんだよね。私はね、ドミノです。はい、基本的には一応ね。ただ食べるのがほぼほぼ固定されています。そのクワトロピザみたいなやつでね、その4種類とか3種類ぐらいの味があるやつですね。あのワンショルダーじゃないや、その1種類だけだとなんか飽きちゃいそうな感じがするんで、4つぐらいの味がついてるやつがしております。あとそのなんだろう、サイドメニューなんかも勝手に決めてます。うん。あの、注文するのが私だし、っていうのもあるし、勝手に決めていいよって言われてることが多いので、まあ、じゃあ勝手に決めますっつって、やってることが多い。ただ最近食べてないっすね、ピザもね。なんかピザ、ドミノだっけ、その1枚注文すれば2枚目無料みたいな感じで、まあ CM やってましたけど、あまりにも注文しすぎな部分があって、あの2枚目無料はやめますみたいな感じで、まあ半額ぐらいにはなるんだろうけど、ちょっとお金くださいみたいなあの、そういうことがあったらしくて、結局、うん、2枚目は無料じゃなくなったような気がするんだよね。2枚目、うん。ただ本当にめったにさ、そのピザなんかも、その大勢じゃないと食べることがないよね。その5、6人ぐらいで食べるっていうことが多くて、2人でその M サイズのやつの、クワトロっていうのはあんま食べること少ないよね。そうそう、本当に30センチぐらいのさやつだったらまあ食べられるけど、うん、あとピザの生地のあれがあるよね、好みがあるよね。そのパリパリのやつと、そのパン生地みたいな感じのふわふわっていうかね、そういうのがあるけど、旦那さんはね、そのパリパリよりかパン生地っぽいのが好きみたいです、基本的にはね。でも食べられれば全然 OK、まあ、パリパリでも全然 OK ですっていう人です。うん、どっちかっていうと私のはそのパリパリの方が好きだったりとかするんで、まあ、そこは分かれるよね。本当に。分かれるときは分かれる。うん。まあ、それがさ、そのハーフ&ハーフじゃないけど、分かれればいいんだけど、分かれることはできないからね。そういう注文の仕方も多分ないと思うんで、うん、やられたらやられたエリタでね、まあ、考えるとは思うんだけど、まあめんどくさいでしょ。
だからどっちかは合わせますね。皆さんどうでしょうかね。そういう、ひいきにしてるピザ屋さんってありますでしょうか。もしよろしければご意見いただけたらと思います。以上です。